こんにちは、リップスレイ銀座の岸です。今日は、ロン毛のセルフスタイリングを、ジェルで、やっていきます。よろしくお願いします。まずは、リップスのメンズヘアオイルを、髪全体になじませていきます。ジェルを、リップスのジェルでスタイリングしていきます。髪も長いからなんですけど、結構しっかりめにジェルをつけます。でジェルも髪の中間から毛先の方に先に触っていって、徐々に根元の方に手串を通しながらジェルをなじませていきます。完成です。ヘアゴムを使って髪を縛るアレンジをやっていくんですけど、まあ、ちょっとしたポイントだったりとか、まあ、そんなに髪の毛が、縛れるほど長くない人でも、まあ、縛りやすいように、やっていきますんで、よろしくお願いします。耳より前の髪の毛は残します。遅れ毛として顔周りの髪の毛は残します。反対も耳より前の髪の毛は顔周りに落ちる髪の毛として残して縛っていきます。簡単に耳にかけちゃったんですけど、分け取るとこのラインで後ろの髪の毛は、ヘアゴムでくくっちゃいます。でくくる位置が結構ポイントで、僕はここに刈り上げが入ってるので、この刈り上げの上の位置でくくるんですけど、後頭部が絶壁だったりとか潰れやすい人はもう少し上でくくった方が頭の形が綺麗に見えると思います。でゴムでまとめて、毛先を全部出すんではなくて、こう半分折りになるようにゴムを留めます。この面が整ってるんですけど、あんまり綺麗にビチッとならないように少しこうつまみながらちょっとだけぼかしていきます。これで髪の毛をくくるアレンジは完成です。はい、ここで、一つお知らせがあります。通常、リップスのワックス、100g で、税抜き、1500円で、販売させていただいてるんですけど、こちらのワックスの、ミニサイズがこの度、全国のロフト限定でミニサイズが、発売されることに、なりました。まあ、特徴としては、35g、800円というお買い求めやすい、価格で、今まで試したことがないワックスだったりとか気になっているワックスっていうのを、この小さいサイズで試してもらって気に入っていただいた場合はこちらの大きいサイズを使って愛用していただければいいなっていうのが一つと、このミニサイズの方が、やっぱり持ち運びに便利だったりとか気楽に、どっかに持って行ったりするのには、こっちのサイズの方が便利なので、便利使いをしていただけるっていうこの2つが特徴です。よかったら皆さんぜひ、お買い求めください。